オージェプラント最近人気ですねつぼみがだんだんこう割れてきて一般的な培養土とは全く違うところで929という成分になりますまあ1年ぐらい育ててます花をつけないという今回は花の数にも違いが出た皆さんこんにちはこんばんは花心園芸チャンネルの向井ですよろしくお願いします今日は研究室からお届けします、はい、これ見てていいいただいているのが グレビレアというのはオ、えージープランツの代表格オージープランツ最近人気ですね、えー、よく問い合わせをいただいておりますオージープランツの土というのを専用で作りましたので今日はその話をさせていただきます、はい、まずオージープランツのオージーって、まあ、もちろん、えー、オーストラリアのことです、まあ、オーストラリアの植物ということになりますね なのでオーストラリアは原産の植物ということなのでもちろんその日本とは全く気候の異なるオーストラリアの植物になりますので、まあ、日本で植えるにはまあそれなりの工夫がいるということになります。まあ、オーストラリア、ねまあ、皆さんイメージするようなカンガルーがどうとエアーズロックの話もありますが、まあ、基本的には乾燥地帯ですね 砂漠が多い乾燥地帯なんですけど、まあ、一部、えー、東海岸特に南の方に植物が生い茂る場所がありますのでそちらの植物を、えーまあ、輸入しているということが、えー、今、えー、日本で出回っている主流の麹プランツということになります代表的な植物としては、まあ、ユーカリアカシア、えー、パンクシアあたりが、えー、有名になりますグレビレア というのが、えーまあ、どういう植物かといいますと、グレビリアというのは春に花を咲かせる王子プランツなんですね。王子プランツは、まあえー、アカシアも、まあ、花が少し咲きますが、まあ、花が咲かない植物も結構多い。常、まあ、緑の、えー、植物が多いんですけど、まあ、このグレビリアはこう可いい花が咲きます。まあ、この花が特徴的ですね。えー、ちょっとこ見ていただけますかね。 このピュンピュンと、この、これ、飛んでるこれがですね、めしべなんですね。めしべがピュッと出てくる。で、この、こちらの方、この貝殻が巻いているような、これがですね、つぼみです。で、これですね。で、つぼみが、 だん,だんこう割れてきてこうちょっと出てくるでもうちょっと出てくるで完全に開花するとこんな風にピュンと出てくる雌しべが出てくると、まあ、花粉をキャッチするための雌しべがピューッとまあ出てくるのが、えー、特徴になります、まあ、変わった植物でまあたわしに似てるという風にも言われたりはしますでこ,のこれが、えーまあ、人気のこうやって 花が咲くというのが人気の理由になっております。で、このグレビリアというのがえー、地植えでもこういう鉢植えでもできるということで、まあ、非常に人気が高まっております。ーオージープランツの土説明させていただきます。で、まあ、このオージープランツの土はまあ、もちろん、こうオーストラリアの土をまあ、なるべく再現したような土になります。 まあ具体的になどういうことかと、まあ、いうことをまあこう書いてるんですけどここにこう水はけ良好弱酸性というふうに書いているんですけど、まあ、このまま水はけがよくて、まあえー、弱酸性に調整している土になりますこう一番こだわっているポイントはこういう流径の大きいものですね原料を数多く使っています まあこのことが、えー、水はけの良好さになんですが、えーまあ、オージープランツ結構あの失敗される方も多くて、まあ、その多くの失敗というのがあの夏の暑い時期に枯らしてしまうということがあります。水はけただ良く過ぎても ダメで、まあ、水,はけをすぎ水はけはいいけど過剰な水分はちゃんと出すけどホールドしなきゃいけない水はちゃんと保水するそういうこと,にところにこだわって作っていますそういった原料が数多く入っています、えー、もう一つですね、まあ、弱酸性のところなんですけど、えーまあ、あのアルカリ性にならないような、えー、配合になっています、まあ、具体的に言いますとあの <coughs> まあ基本的にそのアルカリ性になりやすい原料、まあえーまあ、多くは堆肥ですねのところを、えー、配合しないよう、えー、にしています、まあ、そのことで、えー、もちろんその堆肥を配合しないことによるデメリットというのもあるんですけどそれをカバーできるような配合になっていますそのことその2つですね、えー、水はけが良いというのとあとアルカリ性の原料を排除して えー、弱酸性を保つということで、ま、えー、なるべくオーストラリアの、えー、気候を再現するようにしています。はい。まあ、このことが、えー、一般的な培養土とは全く違うところで、まあ、そこをまあ両立させてオージープランツの専用ということで、えー、こだわって作った土になります。はい。続いてはオージープランツの肥料ですね。まあ、セットで。 OG プランツの土とセットで、OG プランツの肥料も、えー、ラインナップしております。で、えー、この OG プランツの土が、えー、肥料、元肥入っていない、えー、土になりますので、えーまあ、1、2ヶ月すると、OG プランツゆっくり成長するんですけど、1、2ヶ月すると、まあ、やはりあの肥料が必要になってきます。でこの肥料なんですけど この OG プランツの土にもちょっと書いているんですけど、これ、わかりますかね、この過剰なリン酸成分を嫌う OG プランツ専用の配合、書いておりますで。もちろん土の方にもリン酸が入らないような工夫というのはしているんですが、肥料ももちろん、えー、しております。まあ、具体的に言うと、929という成分になります。窒素が 9%リン酸が2カリがカリウムが9%という肥料になります。え芸げいを、まあ、詳しい方なら、えー、よくご存知かなと思うんですけど園芸の肥料ってやっぱ花を咲かせるということでその花をたくさんつけるためにはリン酸が必要なのでリン,のリンをたくさん入れた肥料が多いんですね。まあ、あの弊社でも そういった肥料をラインナップしておりますが、このことオージープランツにかん限って言いますと。と、まあ、過剰なリン酸というのを嫌います。えー、まあ、だからといってすぐ枯れるというわけじゃないんですけど、まあ、樹形が崩れたりです。とか花芽花芽がつかなかったりです。とか、まあ、いろんなこのトラ,トラブルの原因になってしまいますので、こういった専用の肥料というのをお勧めしております。まあ、実際、これどんな中身か見ていただきます。 まあこういったあの形のえまあ粒状の小さい粒状の肥料になります。まあ、粉がまったりしませんしまあ手にもつかないので非常にあの使いやすい肥料になります。でこちらの方をですね、この裏面の方に書いているんですけど鉢のサイズに合わせて静用していただければと思います。はい。 まああのー、やり方というのは、まあ、こちらあのパッケージには書いているんですけどこの広がった木のこの広がった先に枝先の下にやっていくとまあ、まあ、なんていうんですかねこう円を描くように与えていくと八、まあ、だとどう,どうしてもそうなってしまうんですけど地植えの場合でもやっていくということにやっていただけると非常に効果的に効かせられるんじゃないかなというふうには思います。 ちょっと繰り返しになるんですけど、まあ、このリン酸を少なくというのに非常に、えー、こだわりを持ってやっておりますので、まあ、ぜひこの専用肥料の方を使って頂ければと思います。はい、まああのー、よ打足にはなりますがあのオージュプランツ以外にも、えー、リン酸を好まない植物ですとかあとリン酸を、えー、必要ない時期 の肥料というのもありますのでそういったそういった、えー、肥料植物西洋シーンでも使っていただける肥料になりますので、まあ、使いやすい肥料なので、えー、ぜひお試しいただければと思います、えー、こちらの方オージープランツの、えー、土で,、えー、をでグレビ,レビリアを育てたものになりますまあ1年ぐらい育ててます、はい、隣の方がちょっと大きいですね、はい こちらの方は、えー、同じオージープランツの土、同じ日に、えー、定食していますが、えー、肥料を5グラム入れています。追肥で入れています。はい、一鉢に5グラムです。まあ見ていただいたらわかるんですけど、まあもちろんこの竹も高くなりますし、葉っぱの色もちょっと濃くなりますし、まあ何より花数が全然違います。 大きく育てようと思うと、まあ、少し肥料を入れていただいた方がいいかなというふうには思います。えー、こちらは、まあ、弊社の、元日入りの、えー、培養土。えー、何にでも使えますよ、培養土で。で、えー、育てました。まあ、植物の方は元気といえば、元気なんですけど。えー。いわゆる、えー、生殖成長してないというやつですね。はい、なので、まあ。 どん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 枝を作るのにエネルギーを使って植物体自体を大きくすることに集中するあまり花をつけないといいとう現象が起きていますこちらの方はもうオージープランツの土に先ほどの費用を倍量先ほどより倍入れた1 0ム追肥で入れた鉢になります。 まあ肥料をやっぱ倍入れるとこう高さも出てきますし植物の,この色も出ますがまああの元日入りのものと比べるとこうえ大きく育つんだけどこう枝分かれにエネルギーを使うというよりはまあこうやって伸びるのにも使っていますしまたあの花にもきちんと栄養がいっています。株姿すすごくくいい感じですねバランスよく花も 花芽も多くという感じですね。はい、樹形の方がこれが OG プランツですよねというような、えー、樹形になります。はい、まあ、花は咲いているんですが、えー、こちらの方はあの比較に使った他社の商品になります。まあ、追肥をしていない、えー、ですが、まあ、やはり、えーまあ、これと比べると、えーまあ、弊社で作ったもの OG プランツの 土のほうが成長もいいのかなというふうには思います。はい。これはなんかバランスが悪い感じですね。成長もそんなにしっかりではないような気がして、花はつけてますけど伸びたりあれしたりなんかちょっと樹形のバランスがあまり良くない感じしますね。はい。まあこれえっ、ー、と、えー、弊社の土で。 えー、まあ近いような土って何かなと思った時にあの当てはめた土ですね、まあ、なんで専用の肥料土ではないです、まあ、やってみると、えー、やっぱりまあ色も良くないですし、まあ、樹形が全然こう王子らしくないですねで花はつくんですけどまあちょっと貧弱な花になってしまって、まあ、これもやっぱりダメだったかなっていうふうなことですね 樹形と花付きということを考えると、オージープランツの土、そしてオージープランツの肥料を、えーまあ、専用品を使っていただいた方がいいんじゃないかなというふうには思います。この研究室では、オージープランツの、えー、土、肥料、えー、試験をするにあたって、まあ、一度強剪定をかけています。なので、丸坊主にして、用意、どんでスタートしています。で、この経過の写真を見ていただきます。 でえー、この写真、えー、1枚目の写真がオージープランツの土で育ちました、まあ、これは普通の樹形なんですけど、えー、これ2か月後ですねでもう1枚の写真を見ていただきますと、えー、専用の土ではない、えー、土で育てましたそうすると、まあ、ちょっと樹形がに違いが出てきます横に広がってくるような感じになりますこれが、えー、さらに時間が経つと、えー、このように 変わっていきます。og プランツと専用肥料土で育てるとこう上に上がっていくような感じで、えー、育っていくんですけど、まあ、これがまあ専用土を使うまあ、意味になるかなと思います。これをリン酸の効きがまあ、良すぎると、こういうふうに樹形がやっぱ崩れていってこう。本来の王子プランツの魅力というのを引き出せないんじゃないかなとは思っています。まあ、そういった経過を。 えー、見てて、いいただいて、えー、今回は花の数にも違いが出たということで、まあ、ご紹介させていただきましたが、まあ、専用道というものが、えー、本来の植物の楽しみ方をする上で意味があるということを分、えー、かっていただけたんじゃないでしょうかなと思います。 「すべての力